今日はスーパームーンでありつつ皆既月食が起こるという、そういう天体イベントがありますよっていうことが何日か前からアナウンスされていて、僕も楽しみだったんですよね。昨日とか晴れていたので、昨日だったら良かったんですけど、残念ながら僕の住んでいる京都っていうのはもう今午後4時ぐらいなんですけど、もう曇ってきてるんですよ。昼頃はまだ、日が差したりすることがあったんですけど、もう、天気は西から下り坂っていう天気予報で、もう九州あたりはもう雨が降ってるとか降ってないとかいうレベルになってるので、ああ、もうその辺の雲が、もうこの辺までかかってきてるのかなっていう感じになってるんですよね。だからもう今後、ここから空が晴れるっていう風にはならなさそうなので、すごい残念なんですけど、世の中には地球が球体ではなく平面であると。そういうような研究をされているフラットアーサーという方々がいらっしゃるんですよね。で、僕も学校とか普通の常識として習ってきたように地球は球体でしょうと思ってたんですけど、ふとしたことでその YouTube であるとか、インターネット上であるとかで、フラットアーサーの方々がどのような意見であったり解説して、だったりっていうのを見てみると、なかなか面白いと、わかりやすいと、なるほど、そういう意味かと、結構納得感がいく感じで、それやったら、ワンチャンありえるな、というような感じがしてきたんですよね。で、まあ僕は、どっちかわからないんですよ、結局。どっちの話も聞いた話でしかないんですよね。圧倒的な情報量として地球が球体であるっていう方の情報の量の方が多いし、なんか説得力がある感じはするんですけど、とはいえ、誰かから教わった話でしかないんですよね。自分で観測したり、自分で公式を編み出したり、自分のでロケット乗って見に行って見たわけではないんですよ、実は。そういうものをただ盲目的に信じてしまってただけなんですよね。まあみんながみんなそれを信じてるし、それが嘘であったらすぐにバレてしまうやろ的な話もあったりもするんですけど、それは、わからないんですよ、実質。人口が10億人ぐらいいる中国でも真実を隠そうと思えば隠せるんですよね。だから、その情報操作っていうのは、できるかできないかって言ったら僕はできると思ってる派なんですよね。で、そういうフラットアーサーの人たちの、いろいろな、証拠っていうんですかね。こういう理由で平面なのだっていろんな種類があるんですけど、その中でも、今回起こる、この皆既月食。これについて、納得いく解説をされているのを僕は見たことないんですよ。YouTube でも、Google でも僕は英語できないので、英語圏の解説は、全然、網羅してないんですけど、ないんですよね。ああ、なるほど。そういう理屈で月食って起こるのか。っていうのが、なんかないんですよ。いくつかあるんですけど、まあ、日食ですよね。太陽を隠して、月が隠してしまうっていうのは、理解できるんですよ。もう、球体であろうが、平面であろうが、月が隠すと。じゃあ、月は誰が隠すのと。太陽が隠すっていうと、それ単なる新月っていうんですかね。だから、なんていうか、僕がいくつか見つけたやつでは、第三の天体があるっていう話であったりとか、あるいは月自体がもうホログラムであると。僕らは映像みたいなのを見せられているみたいな話であるとか、まあそれ言い出してしまうと、もう何もかもそうやろ っていう感じになってしまうんですよね。だから、なかなか納得のいく、解説っていうのがないんですよ。地球が平面であった場合、なぜ月食が起こるのか。これについて納得感のある解説が、YouTube なり、インターネット上なり、あるいは、コメントなりで、教えてもらえると僕はすごく ありがたいんですよ。ああ、なるほどと、そういう理由で月食って起きてるのかと。今のところ、月食が起きる解説は、球体説の方が、まっとうなんですよね。まあ、そらそうやろうな、と。いう感じなんですよ。だから、これを覆すような、面白い、アイデアっていうんですかね。あ、何?そういうふうに言われるとそうやな、みたいな。
そういうのがあったら、僕は知りたいなと思っています。まあ、自分自身でもこう考えてるんですけど、なかなか説明つかへんなと、こう、月食が起きる理由っていうんですかね。まあ、そういうことをちょっと思いながら、今日の、まあ、まだ、ちょっと時間があるので、これから晴れてくるかもしれないんですけど、その実際、月食が起こる様子をこの目で見ていたら、何か、こう、理由が、こう、ひらめくかもしれないなとか思ったりしてもいたんですけど、残念ながら京都では見れなさそうなので、見れる地域の人は月食を見て、なぜ月食が起きるのか、その平面だった場合なんですけど、球体だった場合はもう完全に解説されているので、そういうの知りたいなと思ったっていうだけの話でした。以上、またそういう詳しい解説とかがあれば、URL とかをコメント欄に貼っていただけるとありがたいです。以上、芸術を僕は少しではありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。